皆さん、こんにちは。楽読インストラクター、食生活アドバイザーの矢野平です。今日はですね、成功と幸せ、その違いについてお話していきたいと思います。成功と幸せ、似てるんですけども、どう違うかと。私が考えるにですね、人から見てわかるものは成功かなと。自分にしかわからないものが幸せかなと思います。あと、本当の成功者とかはですね、ワクワクして自分の好きなことをやっていたら成功したという人がよくいますね。それが幸せな成功者だと思います。枝葉のやり方に惑わされずにですね、本質のあり方を大事にしていくとそうなるのかなと、この頃つくづく思ってしまいます。ではお話を変えてですね、よくギブアンドテイクとか言われますよね。1000円支払ってですね、1万円のサービスを受けたら嬉しいですか？10万のサービスを受けたらさらに嬉しいですね。1000円払って100万円のサービスを受けたとしたら、満足、大満足、幸せですね。私、ダイエットのコンサルタントもしてるんですけども、25キロ痩せたら人生変わりますよね。嬉しいですよね。その価値はいくらでしょうか。人によって価値は変わってくると思います。成功するための6段階としてですね、要は提供する、もらう、もうその2つがあるんですけど、テイクとギブとありますよね。テイクというのはもらうことです。ギブというのは与えるということです。一番ダメなのからいきますね。6段階あるんですけど、テイク&テイク、もう奪うだけ奪うってことですね。これは、成功しないです。次、テイク&ギブ、もらったからあげますよというのです。これも、これ2段階目、次3段階目、3段階目はですね、ギブ&テイク、もらったからお渡しますと。3番目ですね。4番目、ギブ&ギブ、与え続けるということですね。ギバーになりなさいとかですね、与え続けなさいというのはこの辺から来てますかね。これ4つ目ですね。まだ上があるんですよ。5つ目。さあ何でしょうか。5つ目はですね、ギブ&フォーゴット。与えたことすら忘れなさいということです。そんなんやってたっけみたいな。そうしてる人はですね、成功する人が多いかなと。その後まだあるんですよ。6番目があります。さあ、忘れた後は何をしましょうか。6番目、ギブ&ラブです。与えることが愛ですよ。与えることを愛と思ってやってる方は、成功する。提供するものが愛ならば、皆さん喜んで受け取られます。私もですね、ダイエットコンサルト、あと、楽読のインストラクターはしておりますが、提供することを愛と思ってやっております。そのためにですね、私が大事にしていることが一つあります。それは、素直ということですね。純情とかですね。これに勝てるものは多分ないと思います。楽読の世界でですね、人が本来あるべき姿へ変える環境提供というのもあります。私のダイエットもですね、人が本来あるべき、体に戻る、ですね、情報というか、そういうのを提供しておりますよということです。基本は、同じなんで、その自分軸にあって、仕事というか、
使命というか、それが果たされているのかなと感じてます。はい、あ、まあ、素直ですね。素直だから成功する、成功するし応援される。赤ちゃんは無邪気ですからね、はい、天使ですし素直ですし、はい、でもだってどうせできない、お金がない、時間がないって言いませんよねあと赤ちゃんは好奇心旺盛ですね。赤ちゃんと、赤ちゃんから2、3歳ぐらいまでかな、はい、好奇心旺盛ですね。いろんなことに興味津々、学ぶのが好き、はい、全ての人を師匠と思う。まあ謙虚ですね。横柄な赤ちゃんは、まあ、見ないですねあの吸収が早い、どれだけ学ぶとか、学ぶことに貪欲か。赤ちゃんには固定概念がない、常識がない、常にニュートラルです。善悪の判断すらまだないですね。なんで人を責めることがない。自分を責めますか、まあ、自己肯定感の塊ですよね、だから、子供に学ぶことがあるとも言われます。他人とあんま比較しないですよね。ウムニマン履いてて隣のパンパースが、隣のパンパースがいいとか言わないでしょお母さんのおっぱい吸ってて、あの隣の方がちょっと大きいの見て、あっちのがいいとか言わないでしょ赤ちゃんにですね、本音と建前ってないですよね。すべて本音で言います、はい、裏表がある赤ちゃんはいません成功者も同じですね。常に本音、よく言いますね。おとなしい人になってしまった。おとなしいですよ。おとなしい人。逆に子供らしい人の方が本来の人間であるのかなと私はこの頃感じています。他人軸を優先してしまいですね、自分軸を失っている。色眼鏡で見る執着をですね、している。べきべきメガネをですね、外してみると。比較しないですね。赤ちゃんがですね、東西目指すわけないですよね子供が幸せになるかは子供に聞かないと分かりませんが、まあ、思い込みを外すということですね。赤ちゃんですね、何でも一人でできないですよね、人に任せることができます。でも、成功者の方もみんな同じだと思います。人に任せることができる人が成功する、はい、赤ちゃんは存在するだけで愛されますからね、はい、あ、楽読ではですね、そういうあの柔らかい脳をですね、そういうのを、作っていくのを楽読、そういうのを、作っていっております。あと、私のダイエットコンサルではですね、人が本来あるべき体重に戻ろうというコンサルをしておりますので、ぜひぜひ概要欄からですね、あとはコメント欄でですね、何かコメントいただければコメントが返せると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。